サンケイスポーツ杯優勝戦1号艇の松田裕樹選手です。よろしくお願いします。はい、お願いします。準優勝戦は1コースからこんばん1、3のスタート、はい、しっかりと逃げての1着で優勝ということになりました。はい、順位振り返っていかがでしたか。ちょっとスタート含め1コーナーもミスターンだったんですけど、ちょっと水面に助けられましたね。はい、はい、水面を引いて絶好の形ではありました。そうですね、ちょっと追い気味になってたんですかね、スタートラインに対してと思って、ちょっとスタートもアジャストしちゃいましたね。はい、今節振り返ってオール3連帯なんですけれども、ご自身でいかがですか。ちょっと正直足は納得してないんですけど、はい、その展開とか含めてすごいついてるなと思います。はい、予選トップで準優勝で優勝戦の1号艇まで来ました。はい、では最終日何かやりたい調整とかありますか。ちょっとプロペラは合ってないので、また明日もう一回調整したいなと思います。はい、バチッと合わせて、そして会心のレースで優勝といきたいところですね。はいはい、今年はこれが初優出 で、ね、前回小島で優勝されて以来なんですよね。はい、優出が、はいはい、今年この後のクラシックに弾みがつく一戦になったじゃないですか。そうですね、来節に向けていいレースしたいなと思います。わかりました。今年初優出で、昨年10月小島周年以来の V を目指す一戦です。ファンの方に一言お願いします。はい、大好きな小島で結果残せるように頑張ります。応援してください。